でもそれでまあね、健太君との相手があって、まあ、高校上がって、ここではね、実はもう1年生でも準決勝すごいよね。そっから加工してたんですから、ね、3位、8、30です。え、絡まれした？した、まだ1年目は3位やれて、どちらかというと1年生に、ね、はい、向かっていくというか ね、何も分からず、チャレンジャーだよね。でその時も団体戦のメンバーが、いや、まあ、ベンチに座ってたんですよ、試合に出てない、うん、でその時に初めて青森山田が、多分山田史上初だと思うんですよね、シングルスベスト5戦山田が。あ、ケンジが言ってたよね。ケンジさんは、つながりこけてるんですよ。そうそうそう、ケンジさんこけてるんですよ。でケンジさんこけてるとこを、めっちゃ怒られてるのを僕違うから言ってた。さんがもうめっちゃ怒られてるのをマジ覚えてます。吉田先生にめっちゃ怒られてる。その時はジン君と別荘誰だったの？ケンタさんが優勝、2位が上田さんで、3位に、まあ、野村大吾で、ジン君で次を通してますね。はいはい、次を通しで僕は結果的にベスト8だったんです。うん、僕準々決勝に勝ってて、ですよ、その時の優勝が松谷玲さん。ああ、2連覇。2位が上田仁さん、3位が野村大吾。僕が準々決勝ではケンジさんの二の舞になってしまった。2年目で、しかも僕、まあ、負けたのはあの今寸金にいる藤本海人さん、滝に近代、うん、です、ね、の藤本さん、僕の一個上なんですけど、うん、当時その神戸で入る、あ、まあ、地元じゃないですか、兵庫で。僕、準々決勝で藤本さんと当たって、2、3で負けてたんですよ。2、3で負けてたんですけど、まあ、その時点で周り見渡したら、ガテントさんが、あ、野村太陽が勝ってる、あ、上田さんが勝ってる、あと僕だけじゃん、思って、はっと思って、で、6ゲーム目が入った。僕、6ゲーム目、9-1リードしたんですよ。9-1、9-1ですよ。あと2本取ったら、3-3だったら分かんないじゃないですか、いい勝負じゃないですか。9-1から負けたんすよ。9-1からっすよ。なかなかないよ、今の世の中。いやいや、9-1、9-1から負けて、それね、ジュースで負けたのか、ジュースで負けたのか。9-1から負けて、えってなるじゃないですか。で、そこから先はもうお察し、うん、そうだね、まあ、ちょっと大変でしたね。そこから怖い思いしたかっていうのはちょっと戻ってしまう。ケンジさんの二度前を思ったそうで、いや、2年連続同じ学校ベスト4、同じ人がベスト4、ないない、多分インターハイ史上多分ない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 かなって思うんですよ、うん、持ってるね。持ってるんすよ。かなり。しかもその1年目の僕が高3、高1の時か、うん、まあ山田が団体優勝、はい、でシングルスベスト4独占、うん、ダブルスが2組出て1位に、でも本当全部グランドスラムだよね。で2年、その次の年僕は高校2年生、うん、団体戦優勝、はい、シングルス1位、2位、3位で、4位目で僕が落ちで、ダブルス上田松平で優勝で、僕がダブルス準決勝で負け。僕がダブルスをシングルワンと言って勝ったら2年連続シングルダブル決勝、あ、シングルベスト4独占、ダブルス決勝、山田同士の団体優勝っていうやばい成績だった。偉業を成し遂げたかもしれない。全部僕が負けました。全部僕が負けました。で、3年目はシングルベスト3人、それ以外だね、ダブルス出場なしです。へえー、それなんかやっぱ最後の3年で空回った。空回ったし、腰怪我しなんですよ、また。あ、故障が出たんだ、そこで。なんか、そういう卓球人生だなって思いながら、うん、まあでも、その時に団体戦優勝したのが、もうすごく今までの卓球人生の中でも、もしかしたら一番嬉しい出来事かもしれなくて、うん、で、その前触れを話すと、高校2年生の全国選抜、はい、だから勇気の時も勇気話したから分かんないですけど、高校2年生で全国高校選抜ありますよ。で、僕に
青森山田それまで13連覇、うん、その山田の吉田先生の青森山田の1期生の加瀬さん、吉田さん、まあ、総会さん、吉田会さん、三田村さん、三田村さん、加藤さん、うん、まあ、その世代で優勝してから13年、14年ぐらいずっと歴代で青森山田選抜優勝です。でその14連覇の時の僕が主将、うん、で、まあ、僕と野村太陽、まあ、とか何人か選手、まあ、今離婚にいる池田君とか、うん、まあ、そういったことか、まあ、隅切れの藤木君とか、まあ、そういったメンバーとか。で対するは決勝は育英から野田に移ったで、1年間間空けてじゃないですか、うん、そうだね、出れないからね、出れないから間空けての野田学園、初出場の野田学園で、勇気勇気、いや、あれでもまだ中3、中3か勇気、吉村まはる、まはる、ま、勇気まはる、かのや、良平、かのや、かのや、あと山本直哉、うん、の4人で、今となればっすよ、うん、そのまはるも、ね、今となれば、まあその元世界のプレイヤー、そうですね、でも当時だったら僕らの方がちょっとまだ上だったんですよ、うん、山田の全体的にはそう。でもまあちょっと64、5564ぐらい、うん、で、決勝03で負けたんですよ。おで、そこで青森山田の連覇が途絶えたから途絶えたの。その時のキャプテンは誰だ、俺だマジ持ってるね。いや、マジで、僕それ福島の郡山にあって、うん、その時の帰りの車でもう大きくしたら、お父さんが来てくれますよ、ずっと言ってたら、一社中の終わりだけ聞いたら聞いたらまだ聞いた帰ってて、で各諸先輩方にもう僕本当に責任重すぎて、もうまあ高校生純粋で、うん、もうまる坊主で本当に各種先輩方、まあ、近くの先輩方ですね、さすがに達さんとかその時に面識があって、うん、例えば三井さんとか上出て横山雄一さんとか、まあそのまあ、その時まだ在学してた青森にいた人の先輩たちに、すいません先輩たちが作ってくれた記録を僕の孫が「すいませんでした」ってメールを多分ただひたすらに送っていたんですね、うん、まあ、上田さん一個の上田さんとかぐらいまで。そしたらその時に今でも覚えてるのは、うん、まあみんな大丈夫だ、気にするな、また次頑張れよとか、みんなそんな頑張ったんだし、精いっぱい頑張ってきてるんで、その結果が出る人が多かった、うん、もちろんそれも高い言葉で僕は泣きそうなってたんですけど、その時に水谷さんがもう名大学卒行ってて、うん、送ったら、その時のメールが衝撃的すぎて、うん、ちょっと僕、普段水谷さんも結構、いじったりするんですけど、うん、その時は本当この人かっこいいなって思ったのは、まあ、俺らはその今まで やり遂げたことを守っていくことも大切かもしれないけど、それは何だろう、もしかしたらその守っていくことだから誰でもできることかもしれない。でも一番大切なのは選手として誰も成し遂げてないことをやった方がより価値があるから頑張るみたいなことをメールで、もうすごいガラケーだし、もう今も全然データも残ってないんですけど、そんなニュアンスのメールが届いて、俺はそのお前が連覇守れなかったから正直まあそれどうでもいいっていうか、うん、過去の連覇なんて過去の取りだし、守ることはどうでもいい、でも俺はもっと上のなんかその、いや誰も成し遂げたことないこととかに頑張っていく方が意味があるみたいな、水谷先生みたいですね、はい、その時だけ、ちょっとその時だけ水谷さんかっこいいな、その時だけっすよその時だけが水谷さんかっこいいなと思ったっすね。なるほどね。それはマジだから、いや本当にちょっと冗談抜きでこの人ちょっとすごいな、やばい、やもうすごいなというこう物語があった上でのインターハイの団体あ、で戻りますね、こういった話を戻すと、ね、でインターハイの決勝を迎えたわけですよ、うん、で当時の青森山田のメンバーが、まあ、僕、うん、庭、町、うん、吉田、中国人みたいな、うん、で吉田がちょっと不調で体調も良くなって中国人になってたんですよ。今と考えれば、もう今いるメンツで考えたら、まあ、結構だね、すごいね、今でもみんな頑張ってるからですよ、うん、で対する決勝の野田学園のメンツが平野真春、勇気、平野勇気、吉村真春、鹿野谷、うん、あれでも
あ、でも入った。今も全員強い。強い。だから今でそのまま同じ団体戦しても面白いぐらいの対戦カードで、今も。で、対戦して、僕はしっかり負けたんですよ。決勝で負けたのが勇気あいつに負けるのが一番ちょっと気に食わねえんですけど気に食わねえんですけど勇気に負けたんですよ、うん、2対3 でそれでラストまで、まあ、1番で庭が勝てて2番でもうそこは危なかったんですよ、うん、3、1 で2番の勇気に2、3 でダブルス前の日のダブルスの決勝で対戦した時は平野と吉村が勝ってて宮町が負けて2位だったんですよ。で決勝、次の日の決勝で当たって宮町が勝ったんですよ、はい、で4番で中国人とアリノブだったんですけど、アリノブがバカ強くて、うん、もう、うえって思うぐらいのもうスーパープレーの連続で負けてラスト回って吉村で待ちたんですよ。おー熱いねー、すっごいじゃないですか。もうそれ周りからしたらめっちゃ面白いよね。で、マチが勝ったんですよ、3-1。めちゃめちゃいい試合して、うん、それで僕も勝った瞬間マチとバーって乗り出して飛び込んでうわーって泣きながら抱きついてみんなこう追いかけされるようになってっていうのが今の最高の青春です。僕は負けてるんですよ。で僕も14連覇目を取ってインターハイその時確か8連覇ぐらいしたんですよ、うん、もう止められないと思ってもう必死で頑張って僕心腰も痛くてでも勇気にも負けてもう声で枯れるぐらい必死で応援してもうマジ勝ってくれてもう泣きながら失礼いたします。そうですね。いやでもねキャプテンってやっぱりそれこそ山田のキャプテンってもうすごい重圧だと思うしそのなんつうかねその団体戦ってまた違うじゃないですかやっぱり人たちも2人もで、その時、あ、ちょっとこれオンになれるかな、オフになるかもしれないんですけど本当なんかもう本当にどんくさくてなんかその青春ドラマっぽい感じのことをやってて選抜でもらった銀メダルが僕は屈辱すぎて、うん、そこにもうこの屈辱を忘れてたまるかっていう油性ペンで、あのこのメダルのこうこの、うん、かかってる、うん、あれに書いたんですよ、うん、でそれで部屋にバッて飾ってあってもう打倒野田学園みたいな感じで書いてずっと枕元にこうやって寝ててで、インターハイの決勝の前に沖縄さんと沖縄インターハイの会場の今じゃ僕絶対そんなことやないですよ。当時高校生でもうただメラメラしてる純粋な男だからあれですけどそのメダル持ってきててその悔しい銀メダル持ってきててそれをゴミ箱にポンって捨てから決勝に行ったんですもうちょっとなんかあるよ、いいと思うよ。ちょっと熱いじゃないですか。僕しっかり決勝負けて負けたけどチームが勝ったからもうとんでもなく嬉しくてでなんかいろんなタイミングがあってたまたまその僕がインターハイの団体優勝する何日か前にずっと応援してくれたおじいちゃんが他界してて、うん、でも親はそれを僕に内緒にしててパッてインターハイ終わってから実はおじいちゃんが数日前亡くなっててっていうのがあって僕もそれでも涙止まらなくて、うん、今でもそのインターハイの金メダルはおじいちゃんの その仏壇にこうやってやったりとかしてて、うん、もうそれぐらい本当に思い出の金メダルで、なるほどね。それが忘れられないですね。でなんですよ。でこんな感動的な話で終わると思うじゃないですか。これすごいいい話だと思うんですよ。でただ終わでその後っすよ。10月に国体あるじゃないですか。うんうんうん、国体も山田負けなしだったんですよ。1期生が。うんうん、でも13連敗4連敗してて、ね、で国体のメンバーに選ばれたのは丹羽真知仁の3人なんですよ。はい、まあ。自分で言うのもおかしいかもしれないですけど強いじゃないですか、うん、強い結構揃ってるじゃないですか、うん、まあ言い方があるかもしれないですけど僕が負けても庭町で何とかしてくれるぐらいの強さだったんですよと思ってたら予選リーグで負けちゃってまた僕10人を負けたどこに負けたの。愛媛です愛知。誰でその時に。その時が岡田柴田って僕の同級生2人と友田負けて上がれずでベスト8ええってなるじゃないですかなるね。僕もしっかり負けたやつをしっかり岡田に僕しっかり負けてえってなるじゃないですか。合計20何連覇止めてんだよお前30近いぐらいの連覇止めてるぞ俺って思って
卒業してみました。